This is a three-dimensional numeric simulation of a rising bubble within a viscous fluid. With this simulation, we have discovered how such a bubble changes shape over time. The research and education in the Applied Mathematics program focuses on how to find and solve scientific problems by using both mathematics and computer simulations. 応用数理はイメージしやすいものは自然現象を理解する、まあ、竜巻とかイメージしていただいたらいいんですけども、そういったものをコンピューターの中で再現することをやっています。で、基礎数理の方は、まあ、暗号関係だと思っていただいていいです。これは例えば水の中に空気の気泡があるときに気泡が上昇していく数値シミュレーションに対応しています。空気の泡に海面張力というものが働くんですけども、海面張力が大きい場合には形を変えずに上昇していくんですけども、海面張力が小さい場合にはこのように大きく形を変化させながら上昇していきます。こういった数値シミュレーションが容易ではない現象っていうのはまだたくさん世の中には存在しています。そういったものを数値シミュレーションによって可視化することによって新しいことが分かってきたりします。今までできなかった数値シミュレーションをできるようにするっていうのは大きな価値があると思います。 The graduate course in applied mathematics at Kanazawa University aims to take the next step in solving various real-world problems by combining the power of mathematics and numerical simulations. この分野は数値解析と呼ばれる分野でして、数学と、まあ、プログラミングが融合することによって、大きな成果を出すことができます。例えば台風や竜巻の場合回転するんですけども、この回転っていうのが一体どういう影響を及ぼしているのかっていうのは簡単なことじゃないので、なぜ竜巻っていうものが自然災害を引き起こしたりするのかとか、まあ、そういったことが分かるきっかけになります。例えば、まあ、航空機の形っていうのはこの何十年かで大きく変わってたりするんですけども、そういったものっていうのは数値シミュレーションによっていろんな検討がなされていまして、新幹線もそうだと思います。少し昔の新幹線から見ていただくと、どんどん形が変わってきているのがわかると思います。形がどうやって導かれているのかというと、どの部分に力が働いている、どういったところで音が発生している、そういったことが数値シミュレーションで予測されています。数値シミュレーションだと自分のしたい設定っていうのを自由に設定できますので、それをコンピューターの中で実現すると、でそれで一体何が起きるのかっていうのを見ることができます。大学1年生の時に野津教授がライジングバブルという物理現象を数値シミュレーションで行っているのを見て、実際に自分も研究をしてみたいと思いました。また粘弾性流体で同じようなことをライジングバブルを行おうとすると、どのような変化が起こるのか、どのような違いが起こるのかというものも大変興味があったので、そちらについても研究してみたいと思いました。応用数理の魅力は数学とプログラミングの両方を学べることだと思っています。数学とプログラミング、どちらか片方だけを勉強するっていう方はたくさんいるとは思うんですけども、その両方とも勉強することで数学の考え方をプログラミングに、プログラミングの考え方を数学に生かしていくということができるようになると自分は思っています。 I am from the Philippines and in particular in Baguio City and Tarlac City, Philippines.Here I am working on optimization problems that involves fluid dynamics. In particular, I investigate phenomena that are aimed to steer the flow of the fluid under certain goals. Also, I investigate the theoretical existence
and regularity of solutions of Navier-Stokes equations, aside from the applied aspect, which is in optimization. For me, what attracted me to Kanazawa University is the profile of the professors, of the research they do. So aside from that, the professors allow me to do my research independently, but in a also in a supportive way. So what is the Applied Mathematics program all about? 応用数理プログラムでは、基本的には数学とプログラミングの融合っていうものによって新しい価値を作り出そうとしています。例えばプログラミングっていうのは長いプログラムを書くっていうイメージされるかもしれないですけども、本当に小さいプログラムっていうのをたくさん書いているんですね。その小さいプログラムを組み合わせることによってものすごい成果を生み出すことができます。長いプログラムっていうイメージよりは小さいものがたくさんあるイメージをしてほしいわけなんですけども、小さいこのちょっとしたものの積み重ねによって大きな成果を生み出す、小さなものをコツ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 やることによって最終的にそれを組み合わせたものっていうのは信じられないような計算ができるようになりますので、そういったところはぜひ伝えたいところです。